キリスト新聞社の松谷真治と申します。本日は、祈りフェスティバルという有志の実行委員会の主催でやっておりますフリーマーケットについて、報告させていただきます。よろしくお願いいたします。祈りフェスティバルというのは、2011年から毎年1回行っておりますが、今回関西で2回目となる祈りフェスティバル2014ということで、3月8日に日本キリスト教団東梅田教会を会場に行いました。約100人の方が来場しました。もともとフリーマーケットということで、さまざまなキリスト教関係の会社やサークル、個人団体などが出展をするブースを設けるというフリーマーケットを行っておりますが、今回は企画として教会女子のガールズトークというふうに題しまして、女性牧師の後藤由紀さん、それからカトリックのシスターである田川笹野さん、関西学院大学神学部の准教授の柳沢民さんを3人を迎えて提談を行いました。当日のその提談では、女子会としてかなりそのざっくばらんな皆さん女性としてのキリスト教との関わりとか、あるいはそれぞれのシスターや牧師になった経緯だとか、あるいはその教会の中での女性の働きなどについてかなり率直な意見が交わされたと思います。後藤先生はしばらく熊本で牧会をされていたけれども、それから留学して戻られてきて、今は田舎でイノシシの方が多いという教会で牧会をされてますが、一方田川さんの方は幼い頃からシスターになりたいということで修道会に幼い時にスカウトされたという経験を語ったりして、会場からはですね、それぞれの先生方に聖書の中で好きなキャラクターなんですかとか、シスターに定年はありますかといったような素朴な疑問が話されて、非常に盛り上がった回となりました。今回はそのメイン企画の他にミニライブとして賛美歌をオリジナルで作られている川上純牧師先生や、それから演歌やシャンソンを歌われるフランシス大和さんという方が来られてライブを行ったり、あとはその雨層の方でライブハウスでパフォーマンスをされているというアイドル菩薩さんという方がライブをしたり、さまざまな形で その宗教者が集まり、また楽しむ機会となりました。今後はですね、やはり関西と関東で毎年1回ずつやっているわけですが、ぜひ違う地方の方でもですね、イノフェス名古屋とか福岡とか北海道といったように各地で似たようなことを開催したいと思っています。ぜひその現地の方で、そういうことに関心のある方がスタッフとして参加していただければと思っております。また独自にその創作活動をしている方とかですね、今回はフリーペーパーを発行しているお坊さんの方とか、いろいろなその印刷会社さんとかが出展しておりますので、そういう地域地域でそういう働きをされている方々がブースを出展するようなことができれば、より盛り上がり、また新しいそのキリスト教の在り方を模索することになるんじゃないかというふうに期待しております。以上、イノフェス実行委員会を代表しまして松谷がお送りいたしました。ありがとうございました。